パリ五輪第3日スケートボード2024年7月28日コンコルド広場女子ストリートで世界ランク1位で五輪初出場の14歳吉沢恋ここアクト SB ストアが27275点で金メダルを獲得した21年東京大会の西矢もみじに続いて日本勢が連覇を飾った ランの1本目からハイスコアを叩き出すなど予選は1位で通過。思っているよりも楽しんでいた、と夢舞台にも自然体の14歳が決勝でも躍動した。ランを終えて2位。5本のベストトリックでは2本目に86、34点、4本目に96、49点をマーク。 金メダルを決めて臨んだ5本目のトリックをメイクして89、46点とすると両手をパリの空に突き上げた。ここまで頑張ってきてよかったと思う。自分をここに立たせてくれたのは追いかけてきた先輩たちのおかげ。感謝して追いかけられる存在として頑張っていきたい。兄の心さんに見よう見真似でスケボーを始めたのは7歳の時。 地元、相模原市のパークで周りの人たちから技を習い、ぐんぐんと上達を見せた。ただ、当時は積極的に競技会に出ることはなかった。3年前、東京五輪で初代女王となった西矢もみじが披露した大技、ビッグスピンボード、お目にし、驚いた。自分もできる技だ、と、パリ五輪予選シリーズに参戦したのは、 昨年2月にアラブ首長国連邦、UAE、シャルジャで開催された第2戦から、初戦は予選落ちに終わったものの、同6月の第3戦で順位を1桁に上げると、第4戦以降は全大会で決勝に進出。得点配分がぐんと上がった、第2フェーズと呼ばれる後半2戦では、3位、そして初優勝し、 見事総合1位でパリ行きを決める。周囲も驚く急成長を見せ、一気に頂点に駆け上がった。